はい、皆さんこんにちは。今回は今の上昇の天井固めと押し目作り、年足の下髭サポートがどこまで押していくのかを考察していきたいと思います。まず今のレジスタンスを確認していきます。今年の上昇トレンドで一番意識されている抵抗体が2013年のバブルから続いていた上昇トレンドになると思います。この抵抗体を超えるのは年足の下髭で過熱感がある半減期に入らないとおそらくは無理だと考えています。年内は4万ドル付近まで到達後には来年頭に横軸のレンジに移行して三尊を想定させた今回の三尊否定の頭になる3万ドル付近まで下落して、その後3万ドル付近を押し目にして仮想通貨バブルに向けた本格上昇トレンドに移行していく目線で今のところは見てます。なので年内4万ドルあたりまでは上昇していく目線はまだ変わってないです。あとはビットコインの上昇後の天井固めからの押し目作りを考えていくと、今年の上昇後の天井固めの特徴として三尊後にデカめの調整をしてきていると思います。過去のバブルの時でも同じように急騰後には三尊後に前回高値までの下落を繰り返しています。このパターンがビットコイン特有の上昇パターンに来年もなってくる可能性が非常に高いと思いますね。過去ずっとこのパターンで上昇してきてるので市場参加者もそこは意識してると思います。あと下落調整が入る可能性が高い理由が、年足で4つ目の足で下髭を作らなかったことが過去どの半減期足を見てもなかったということと、仮想通貨バブルのような強い上昇を生むにはそれほど市場参加者の目線も上に傾ける必要もあるので下髭を作りに来る下落はほぼほぼあると思ってます。あと今回のでかい三尊否定のサポート3万ドルあたりは年足の強力なサポートとして機能してくると思いますね。まあ、ここは何ヶ月もかかったレジスタンスなので、ここで買いを狙ってきて実体サポートとして4本目の足を作ってくるんじゃないかなとは今のところは見てますね。前回バブルも今みたいな市場に意識される巨大な逆三尊を形成した後はもうそこには戻らず、日足では2月の高値を割れてるにしろ年足ではそこをサポートにして実体をキープできてますね。2016年のバブルの時も同じで、高値をブレイク後はその高値をサポートにしてバブル開始となっています。この半減期突入直前の押し目だけは拾っていかないとバブルに乗り遅れてしまうと思うので気をつけた方がいいと思いますね。以上が今のビットコインの天井固めと上昇パターンの特徴、半減期前の押し目についての根拠理由になります。ご視聴ありがとうございました。私がおすすめする海外取引所は、取引所トークンとレンディングサービスがある取引所になります。ビットゲットでは BGB トークン、MEXC では MX トークン、バイビットではバイビット出資の分散型取引所 APEX、FTX のような人災は起こらないので、中央集権の取引所が心配な方は使ってみてください。メタマスクにつなぐだけで使うことができます。国内取引所では OK コインジャパンとコインチェック、口座開設で1000円相当のボーナスがついています。Twitter では相場状況についてツイートや、Discord、YouTube メンバーシップの方では意識される LINE、ポジション公開や重要動画を配信しているので、よかったら入ってみてください。各 SNS は動画概要欄から見ることができます。ご視聴ありがとうございました。